でもそんな怒ることですか。ちょもういいっす、そんな、ちょ僕も今日帰ってビタミン、あかんあかんあかん。お疲れ様です。今日はなんかマジック、そうマジックがあります。マジックネタでなんか手配してくるな。ちょっともうちょっとみんなやる気出してでしょうもない。せっかく僕がもうやろうしょうもないと思ったらこれ絶対しょうもないですよ。いやいや、そう企画来た時にまあつまらんなと思ったけど、じゃあ本当すごい、はい、明日から使える。いやもう今から使える。じゃあちょっと一つだけ言わせてください、うん、社長的にはどう思ったんですか。俺もパッと死んでてそれボツにしようって言ったんだけど、やめようか。いやいやもう本当にこれ帰ろうみんな使える、遅いしみんな使える。いやすごいですよ、ペットボトル1本あればね、キャバクラでもモテる。マジっすよ、はい、で、ここに、はい、水があります。はい。新品の水用意してください。新品の水、新品の水。新品の水じゃないというか、あの、新品の水じゃないです。ちなみにちょっと水してもらっていいですか。はい。でも、普通の、本当ラベル取った、普通の水。ラベル取った水ですよ。はい。で、あと小銭。小銭 ?100 円玉。はい。まあ、ちょっとちっちゃい方がいいかもしれないです。ちっちゃい方、はい、100円玉これ下に置いて、はい、この置いてボトルを乗せます。はい、そうすると上にこれ手乗せてグーって回すと、はい、貫通するんですよ。いや死んでしょ。するんですよこれ絶対死。この100円玉これ入ってこの一番底、はい、そこに100円玉があります。なんか変な小細工ないっす。本当にこれ魔法なんですよ。入らんやん。じゃあまあ実際やってみますよ。いいですよ、ね、本当にこれもう入ったらもう止めてください。で、入らんかったらどうしてくれるの。100円あげます。あ、出す、はい、出す。ありがとうございます。はい、行きますね。乗せます、はい、そこに混ぜるんですよ、これ、はい、ペットボトル柔らかいんで、はい、ちょっとずつ今入ってきてるんで、はい、入ってないよ。またなんか小賢しいネタ、小賢しいネタしなんで、ね、で、これ、はい、開けます。これシンプルネタ、はい、開けてください、はい、あ、開けます。あ、じゃあ僕開けます。ちょっと魔法が半減した。開けますよ。はい、はい、本当に新品。新品っす、はい、これもう今覗いたら、はい、これもう100円でも入ってます。この状態でこの中にまだ覗いてありますよ、はい、入ってます、はい、実際にもこれ入ってないのに見えるっすよね。入ってない。実際これ入ってない。これ上から見るともう入ってます、はい、ちょっと僕先確認しますよ。はい、あ、入っとる。完全に入ってる。入ってない。見ます。いいっすよ、見ます。じゃあもうどうぞ。はい、ミッチミッチミッチ見て、でってれーでってれー。ちなみに入ってません。綺麗じゃないっすってこれ。何これ。ドッキリっすね。でもマジック見せてくれるってあれしたんじゃないですか。そうそうそう、その入らないいいドッキリでした。ピッタピッタよ。大丈夫ですか。大丈夫じゃないでしょう。え、でも見て、はい、ピタピタだし。マジでドッキリっすね。ドッキリとか知らんす。え、マジでいつもでもやるじゃないですか、僕らドッキリ。お互い様じゃないですか、この別に水かかったぐらいで。そんな水かかったのごめんなさい、本当に水かかっとるからね、事前にやるからです、それ。でも、普通に YouTube としてドッキリでやっとるもんで。そんなん知らないです、僕は。マジ知らん。え、普通にやるじゃん、タイヤ外したりとか。いや、タイヤ外したりとかやるけど、はい、ちょ、これドッキリじゃないからね、かかっとるからね。そういうドッキリです、これ。そういうドッキリじゃないじゃん、それ。普通のドッキリです、あの、水かかる。今から免疫行くって言ったのよ。免疫行くしないです。こんな免疫行くしないです。行けると思うんですけど、どこになってよ、お前。そんなもんね。ごめん。ネタだから俺の方がやられてるやん。そこらんでいいでしょ。ちょっと待てって、お前。どうする。ごめん。ちょっと待って。もう怒んな、お前、そんなことで。じゃあ、ほんとドッキリ。いつまでしますと。ちょっと怒んなって、お前。怒っとるね。ごめん、ほんとに。マジで。そんな怒ることですか。ちょもういいっす。そんな、ちょ僕もう今日帰っちゃうの。ちょっと何を言っとるのお前。そんなこと怒るなって。危ない怪我するで。怒るなって。すいません、そんな。ちょ待って。いつもやるやつ。ちょどうするのお前。本当に知らんぞお前。いつも僕らやるやつは。いつもやるじゃん、みっち。ごめん、みっち。お疲れ。お疲れっす。
いや、お前に相談なんだけどさ。はい。寺石くんがさ、はい、なんかの YouTube で有名なあのペットボトルになんかコインがなんか入って、はい、いたずらみたいなやつあるだろう。あー小賢しいネタ、うん、ちょうど一回断ったんだけど、はい、もうどうしてもやりたいって言ってるもんで、はい、お前その時にブチ切れたらやん、はい、関門君切れられてますからね。逆ドッキリで全然やりたいですね、逆に。あ、びっくりするだろ。多分びっくりするっすね。最近調子乗ってるね、あいつ。調子乗ってるね、最近。確かに。つまらん企画ばっか持っていきやがる。やったらな感じじゃん。やったらな感じね。まあ、言ったるか。とにかく俺も止めるもんね。はい、バチバチ切れたい。俺ぶった切ったりますわ。カツ入れたります、カツを。じゃあ、ミヤにワープしようか。はい。じゃあ、まあ、あとは静かに皆さん、企画を見てください。はい。怒った。やばいっすね。電話して、電話して。あ、携帯忘れとるやん、あいつ。どうする？じゃあ閉めねえやん、これ。じゃあ閉めてくれると俺が困るんだけど。とりあえずお願いします。閉めてください。はい。じゃあ楽しいことやってますんで、チャンネル登録といいねお願いします。また見てねー。テンションいくぞ。すごい、すごいっす。よっ。テンテンバトタン、あいつ。僕、マジじゃないですか。マジでなんか怒ってるような感じになってて。電話かけてもまだ喋ってない。まだ喋ってない。テンテンパトだよ。追い切れてたよ。追い切れてた。まだうまくやってるやん。やばいっすって。まあ、大橋くん、はい、この動画見ておると思いますけど。動画の公開まではずっと喧嘩しておいてください。難しいな。どっちがいいんかな。めちゃくちゃいいから。大橋くん。ついにごめんなさいって言って、ね。まあ、いいよ。ましたうん、そんな感じでしょ、ケンちゃん。こっちもごめんね、ぐらいな感じでしょ、ケンちゃん。2週間ぐらいか、公開までな。それまでは、天橋君、ちょっとおとなしくしようと思うんで、1週間か2週間。何も多分喋ってこんと思うんですけどね。まあまあ、普通には喋るだろ、動画も撮るで。じゃあ、また見てね。じゃあ、また、はい。また見てね。